最大公約数化して現状のオーディオの教科書というのを追求していきたいかというふうに考えております。今回のテーマはオーディオの教科書第8回アンプ編その2ということでお送りしたいと思います。まずサマリーです。1プリアンプレス括弧パワーアンプダイレクトやパッシブプリ括弧閉じはどうなのか。2ではプリアンプの音質メリットはクエスチョン。3写真でやって分かったリアルとはクエスチョン。4トーンコントロールは必要か議論。5マランツ7の謎次回予告という内容でお送りしたいと思います。次のページ1プリアンプレスカッコパワーアンプダイレクトやパッシブプリカッコ閉じはどうなのかクエスチョンということなんですが、前回セパレートアンプを推奨しますということをお話ししたんですけれども、一つのやり方としましてプリアンプレスっていう方法があるかと思います。これはですね、プリアンプ自体をもう全く使わないと、パワーアンプについているアテネーターで音量コントロールなどを行いまして、そもそも全くプリアンプというハード自体を使わないというやり方ですとか、あるいはですねアテネーターだけを内蔵しましたパッシブプリ、電源の必要ない音量コントロールのみを行う機器ですね、これを使って実質プリアンプっていうのを使わないという方法があるかと思います。で、この直結という方法はですね、接点とかケーブルが減ります。それからパッシブプリの場合は電源回路が必要ないということで、電源回路も一つ省くことができるということでですね、いろいろまあ省くことができるという部分で鮮度が保てるという傾向が非常に強いと思います。一方でですね、パワーアンプの内蔵アテネーター、これで音量調節するという場合に、パワーアンプの内蔵アテネーター自体があまり性能が良くないというケースもあるかと思います。つまりトータルでお話ししますと、直結っていうのは鮮度が高い反面、力感に欠けると力感が弱い、これはですね、まあ入れた方が力感が強いといった方が印象としては近いかと思うんですけれども、この力感というのはおそらく音のコントラストではないかというふうに考えているんですけれども、これが鮮度が高い反面弱いというケースがよくあるパターンではないかというふうに思います。つまりこれは一長一短で一概にどちらが良いということではなくて、選択肢としては両方試してみる価値はあるということではないかと思います。 DA コンバーターやプレイヤー側で音量調節して直結というパターンもあるんですけれども、これも同じく同様でして、その DA コンバーターやプレイヤーの方に使われております音量調節のアテネーターのですね、性能っていうのがどれだけのものかということもありますし、実際直結したら鮮度が高い、あるいは力感に欠けるというのは、これはちょっといろいろ試行錯誤してみないとわからないという部分ではないかと思います。この DA コンバーターとかですね、あるいはネットワークプレイヤーなんかのデジタル機器の場合は、最近はまあおおむね改善されているんですけれども、デジタル上で音量を絞りますと24ビット以上で処理しませんと、16ビットで処理してしまいますとビット落ちという欠点があります。これはですね、よくあるのはパソコンと USB ダックをつないだというような場合に、パソコン側の例えば Windows などについておりますボリュームですね、これを音の調節に使うということにしますと、16ビット処理っていうことになりますので、途端にビット落ちということで明らかに音質が落ちるということがしばしば言われますので、デジタル機器の場合の音量調節についてはこの辺も気をつけなければいけないというふうに言われているかと思います。次のページ2ではプリアンプの音質メリットはということなんですけれども、先ほどもですね、力感ですとかコントラストという話もしましたが、まず原理原則からいきますと、プリアンプっていうことで一つの独立した機器として成り立っている場合は、このメインのですね、機能であります音量調節機能ですね、これがですねそれなりに優秀な場合が多いということが一つ言えるかと思います。で、私自身のことで申し上げますと、プリアンプって本当にいるのと、プリアンプ入れるとどんな音に変わるのと、
それまでパワーアンプダイレクトでパワーアンプの方にアッテネーター、いわゆる安価なボリュームがついておりましたので、そこで音量調節ができるという状態で、これにですねセオリー通りプリアンプを組み入れるとどう変化するんだろうということでですね、秋葉原にプリアンプを買いに行きまして、店で質問したことがあります。その時いらっしゃったのは後に独立されてオーディオモテギということで結構業界では有名な方なんですけれども、今は秋葉原の店は畳んでですねご自宅で仕事をされているそうなんですが、モテギさんのアドバイスをいただいたことがあります。これは一言で表現されておりまして、非常に納得できるアドバイスでした。つまりモテギさんのアドバイスは、プリアンプはシステムにその音が乗りますというような説明をされました。非常にピンときたという記憶があります。トランスとかラインアンプ、バッファーアンプ、これはですねいろんなことが言われてですね、オーディオマニアの間でも統一したあるいは最大公約数的な見解っていうのがいまいち判然としないっていうふうに思うんですが、私自身の考えを申し上げますと2つありまして、先ほども申し上げましたが音のコントラストを少し強める、それからもう一つがフィルター効果ではないかというふうに思います。コントラスト増強っていうのはメリハリをつけるということで、フィルター効果って言いますのはやや色付けというふうな解釈もできなくはないんですけれども、これはもう録音の時にはですねいろんなフィルターっていうのは当たり前にデジタルだろうがアナログだろうが使われるということでありまして、ある程度の色付けをするという効果があるんじゃないかというふうに思います。つまりプリアンプの音質メリットっていうのは、一つはコントラストを強めたり弱めたり、それからフィルター効果というような効果がありまして、それが全体のシステムの音に乗ると、引き算ではなくて足し算だというモテギさんのアドバイスだったんですけれども、私自身はこの論理で非常に納得しております。次のページ3、写真をやって分かったリアルとはクエスチョン。最近私趣味が増えましてですね、カメラで写真を撮るというようなことを盛んにやっておりまして、にわかにいろんなことを勉強しているんですけれども、写真の場合はですねレンズですとか露出、それからセンサーの能力、カメラに内蔵されている、最近はデジカメですのでカメラ内蔵のエンジン、そういう影響でそれらが何をしているかっていうのは、それぞれがそのまま素の状態で撮りますと結果的に出てくる写真っていうのは実は自然な雰囲気にはならないということではないかと思います。これにですね、人間が見て自然さ、あるいはプラスアルファの表現力ということを付け加えるためにいろんなカメラメーカーは工夫をしていると、あるいはレンズメーカーは工夫をしているという状況だと思うんですけれども、これはですね、デジタルオーディオなんかでも同じで、デジタルを AD コンバーターでデジタル変換して、その逆の回路で DA コンバーターでアナログ変換すると、単純にやったんでは必ずしも自然さっていうのは得られない。そこでいろんな工夫が必要になってくるというふうなことじゃないかと思います。オーディオに関してはどうしてもですね、マイクとか AD コンバーター、それからミキサーのミキシングですね、それからマスタリングっていう、そういうものの影響を受けるかと思います。で、一般的にはですね、そういう過程を経たミキシングマスタリングを経た音源っていう音楽ファイルをですね我々は聞いているということなので、その自然さっていうのはその範囲内でしか音源自体には持ち合わせていないというふうに理解できなくもないかと思います。で、写真の場合はですね、ロー現像っていうことですとか、あるいはレタッチ、それからレンズにフィルターをかぶせるというようないろんなことをですね、このユーザー側でやったりするんですけれども、例えば景色の写真なんかをできるだけリアルにしたいという場合も、そういうことである程度加工することによってリアルさを強めていくということがありまして、原理原則主義にのっとりまして、もう極力加工しない、なるべく手を加えない、そのまま音を通していくということで、必ずしも人間が聞いてリアルさっていうのが出てこない場合が多く、その間にいろんな加工が実はあった方が聴感上はむしろ自然さが出てくるということがあるんではないかというふうに最近考えております。で、写真の世界でも音楽の世界でもですね、かなりその PC って言いますかデジタル化が進んでおりまして、
必要以上の加工っていうのが、まあ、そもそも作品として織り込まれているということがありまして、音楽ではですね EDM ですとかエレクトリック、まあデジタルのシンセサイザーを中心としたような音楽で、映像写真とかでいきますとかなり大きく盛った写真ですね、極端なことを言うと CG に近いような写真というような世界もあるかと思うんですけれども、かなり加工したというジャンルが一つある反面、自然さを追求する場合でも何もしないということよりは積極的に手を加えて自然さを強めていくというようなことっていうのはありなんじゃないかなということが、写真をやって最近それってオーディオと近いものがあるんじゃないかなというように考えるようになってきた今日この頃であります。次のページ4、トーンコントロールは必要か議論。このトーンコントロールを使うか使わないか、あるいはそもそもプリアンプにそれが必要なのかというのは、まあ半ば伝統的な永遠の議論でありまして、未だ決着がつかないものであります。だいたい賛否両論に半分半分で分かれまして、使わない、あるいは積極的に使っていく、あるいは必要だというようなので意見が二分されるという伝統的な議論じゃないかと思います。どちらが正しいというような回答も定着していないというふうに思われます。私自身はですね不要派、トーンコントロールはまあ使わないしない方がいいよというような不要派なんですけれども、まあ、これはちょっといきさつもいろいろあるんですけれども、最終的にはアンプをですね自作するようになりまして、まあ、そのトーンコントロールの回路を入れるっていうのは非常に面倒だし、それだけの見返りがあるのかということですとか、もうこのトーンコントロールの回路図を見るとですね、それを苦労して盛り込むモチベーションが湧かないと、トーンコントロール抜きでもいい音を出すように努力しようじゃないかというふうにやってきておりますので、私自身は不要派なんですけれども、かといって必要だという方も多くいらっしゃいまして、それを否定するものではありません。とはいえトーンコントロールの議論につきましては、グラフィックイコライザーなどのイコライジングの話とごっちゃになることがありえるんですけれども、あくまでもこの議論はベーシックな音の加工という部分のトーンコントロール、伝統的なプリアンプで言いますと、だいたいつまみが2つありまして、高音と低音を足したり引いたりするというつまみがあるんですけれども、その回路が必要かという議論なんですが、これはもう長年賛否両論派に分かれるということかと思います。次のページ5、バランツセブンの謎。これはどういうお話かと言いますと、プリアンプで非常に知名度が高く伝統的に人気のあるマランツセブンという、まあ、現在の日本マランツの前身の、もともと米国のマランツだった時代にマランツセブンというプリアンプがある時期製造販売されておりました。このマランツセブン自体はですね、そもそも当時の社長かなんかオーナーかの方がですね、自分で聞きたいということで開発して市販する予定はなかったらしいんですけれども、後々市販して非常に人気が高く、今もですねヴィンテージものとしてメンテナンスされたり、中にはこだわりでオリジナルのパーツでメンテナンスしないとマランツセブンにならないと、変な音になってしまうということで、元の今なかなか手に入らないような、特にですね電源回路の整流器ですね、これがセレンっていう非常に古い整流方式なんですけれども、それとオリジナルに使われましたコンデンサー、これは特にキーパーツで、これがないとマランツセブンの味が出ないというふうな、まあ今お話ししましたのはヴィンテージの話ですので、まあ興味ない人は多いんじゃないかというふうに思いますし、まあしかも真空管式のものですので、そもそも真空管に興味がないという方も多くいらっしゃいますので、まあそこまでであれば大した話じゃないよと思われる方も多いかと思うんですが、この謎というふうにつけましたのは、そもそも長年のですねマランツセブン何がいいかと、先ほどいろいろパーツにですね特徴があるというふうにも申し上げたんですが、合わせて回路図なんかを見ますと、アナログ版ですね、これを再生する時のイコライザーアンプ、これに非常に特徴があって、マランツセブンの味っていうのはこのイコライザーアンプが素晴らしいんだというようなのが一般論で、ある種技術的には定着しているかと思います。ところがですね、最近 CD とかですねアナログ版以外のデジタル音源の再生なんかでもヴィンテージものをうまくメンテナンスして入れたら非常に素晴らしい、システム全体がいい感じになったと、
いうような話を少なからず聞く場合があるんですけれども、このマランツ7がどうのこうのというよりも、ヴィンテージアンプのマランツ7一つとってもですね、本来はイコライザーアンプに特徴があるものなんですけれども、実際 CD 聞く時でもマランツ7を使うとマランツ7のいい音が出ると。じゃあその CD の場合イコライザーアンプ通してないのに、なんでマランツ7の味が感じられるんだというようなものがですね、回路図を眺めますと、その CD の時に使いますライン弾っていうのは、まあ多少特徴があるんですけれども、ちょっと極端な回路で、一般的なプリアンプよりも増幅率が高いという回路でして、かなり音を一旦小さくして増幅するというような回路になっておりまして、なんでこれがいい音がするんだろうというような理解に苦しむ回路なんですけれども、実際にはこれでいい味が出てくるというような話があったりします。おそらくこれもですね、電気的にはですね、バランスの取れた回路じゃないということが一つの回答ではないかと思います。で、先ほど来話してきております音源をですね、自然なまま録音して再生していくと自然に聞こえるかというような話と同じようなことで、ある種ここで味付けがされるからこそ、ユーザーが求める自然さ、リアルさっていうのが感覚としては達成されるんではないかというふうに思っております。ですので話を少し戻しますと、直結の新鮮さっていうのがあるんですけれども、逆に積極的にプリアンプを加えることによって、むしろ自分の好みの音に近づける、もしくはそれ以上に自分が聞いてリアルと思えるような音にしていくということはですね、余計な回路が入るから音が悪くなるんだという短絡的な計算式ではないような部分があるんじゃないかというふうに思っておりますし、多くのマニアが経験則としてそれを感じているからこそ、プリアンプ、それからパワーアンプというセパレートアンプの世界っていうのがそれぞれに味があるということで、結果的に自分の求める自然さっていうのを達成できるようになっているんじゃないかと思います。ここで一つプリアンプを直結で抜いたから音が自然だというような単純な論理ではないというふうに考えておりまして、まあ、マランツ7の謎っていうのは未だに私自身もよくわからないし、それを正しく解説してくれた書物や上級者っていうのも巡り合ってないんですけれども、私の類推としましては一つの例でありまして、いろんな著名なメーカーがですね、かなり高額なプリアンプっていうのを出しておりますが、それは元々の自然さは失われるんだけれども、結果として表現できるのは人間の感覚に自然さっていうのをより感じさせることができるというような思想で作られているんじゃないかというふうに考えております。まあ、これがですね、一つのセパレートアンプというシステムを組む場合の現状の中立的解釈ではないかというふうに考えている次第です。次のページ、次回予告というのに入る前に皆さんにまたお願いがありまして、今後アンプ編に関してはスピーカー編でもやりました通り、各メーカーのですね、音の傾向、これは風評的な感覚的なものを含めてということでまとめていきたいかと思うんですけれども、トランジスタアンプについては当チャンネルはあまり詳しくないので、まあ、皆さんからですね、どしどしまた垂れ込みといいますか、コメントをお待ちしております。このメーカーはこんな感じだよねみたいな、そういう話をですね、募集しております。後々メーカー別の音の傾向についてまとめる際に、その辺のコメントを参考にさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともコメントよろしくお願いいたします。それでは次回のサマリーです。 1. アンプで音は変わらないという人の傾向と対策。 2. トランジスターか真空管かデジタルアンプかクエスチョン。 3. 伝統的論争の無機管、小機管、高機管。 4. バランスかアンバランスか。 5. パワーアンプは左右セパレートが良いのか。 6.関連してどこのケーブルを伸ばすべきクエスチョンで、このどこのケーブルっていうのはどういう話かと言いますと、一般的にアナログのオーディオケーブルは短いほどいいというふうに言われておりますので、
物理的にどうしても伸ばさざるを得ないという場合にどこのケーブルを伸ばすべきかと。でデジタルも含めますと LAN ケーブルですとかバランスケーブル、まあバランスケーブルってアナログですけれども、これに関してはむしろ伸ばして良いというふうに言われておりますので、まあ、その辺のどこのケーブルを伸ばすべきかという話をしていきたいかと思います。7、出力は何ワット必要クエスチョン。8、爆音波について。9、難聴（一時的）の経験談という内容でお送りしたいと思います。今回の動画は以上となります。よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。